おはようございます。速稼塾の久保です。今日は東京都港区からお届けしています。この六本木ヒルズがちょっとここに見えますね。で、こっちの方に東京タワーもあって、まあ、非常に景色がね、まあいいと言いますか、私から見るとあんまり良くないんですけどね。ただなんかこう、すごいですね。なんか土が全然見えないですね、こうやって見ると。で、ビルがすごい高いのがあって、底なしのままみたいに見えますよね。地面が全くないというかね、もう人工の都市という感じで、本当に。まあ、凄さは感じますけども、ここに長いこといようとあんまり思わないですね。まあでも本当に人多くって、これだけの方がいろんなところにお勤めしててね、毎日律儀に朝6時とか7時に起きて、お勤め行ってんだなって。こういう方のおかげで私みたいな人間がね存在できるところもあるんで、本当になんか感謝するところもあるし、 JR も動かなければ私もねこうやって出張できないですしね。でホテルを経営してくださって、そしてそこで勤めてる方、食事を作ってくださる方とか、メンテナンスしてくださる方がいなければ、こういうふうにね、素敵な環境をいただけることもないんで、職業に規制はないっていうのはそういう意味では思いますけども、ただ一つやっぱここでね、同時に思うことは、それを望んでるんだったらいいんですけども、望まずにやってる人がいるとしたら、その人の人生は何なんだろうなと思うんですよ。で、皆さんもね、私の放送見てるってことは、自分の思った通りに、過ごしていきたいと思って見てくださってると思うんですよ。で、同時にそれは自分の今の暮らしが思った通りのものではないっていうことの裏返しだと思うんですよね。やっぱ幸せになりたいっていう人は今その瞬間幸せじゃないからそういうふうに思うわけであって、まあなんか全て表裏一体かなと思うんですけども、その中でね、やっぱさっきのね、相場解説でも言ったんですけども、やめないでほしいんですよ、投資を、ね、投資しかないですよ、もう特にこのもう物質文明がね極まったこの国で何か物を作って売る、そして他の人も似たようなものを売ってるというね、この下等競争の中で勝ち抜いていくことはまずできないです。それはね、ゴールドマンサックスに入社するより難しいですよ、はっきり言ってね、商売で勝ち抜いていくなんて。で、まあ、これ法人の実績で皆さんも聞かれたことあると思いますけども、株式会社を作って10年後に残ってる会社って 10% 以下なんですよね。だから100人の優秀な独立心にあふれた起業家さんたちが会社を作って登記して、そして真面目に運営して10年経ったら会社が9割ないんですよ。9割以上で経営者さんどうしてるんですよね。まあ首をくくった方もいらっしゃると思いますし、従業員さんに給料払えずにもうひどい目にあってね、元従業員に恨まれてどうしようもない人生を送っている方もいると思いますし、少なくとも会社が潰れた方で自分の思い通りの人生を歩んでいる方っていうのは一人もいないと思うんですよ。潰れてるわけですからね。で、そういうふうな9割が潰れる会社に皆さん就職しようとしている、もしくは就職してるんですよね。だからここにね本当に恐ろしさを感じないといけないと思うんですけども、なぜか自分の勤めてる会社はずっとあるみたいな気がするんですよね。で、例えば私がなんかこうね、投資の案件とか進めるといつまで続くのかなって言うでしょ。あなたの会社の方が先に終わりますからね聞いてね。だからここら辺のことも考えながら真面目に自分のことをね、足元固めていていただきたいなっていうのをこの東京の景色を見て感じるんですよ。いっぱいビルがあるけど、六本木ヒルズだって中に入ってるテナントどん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 入れ替わってますからね。で、ビルだけはずっとあるんですよ。だから景色は変わらないけど、中にいる人とか中にやってる仕事っていうのはどんどん淘汰されていって変わっていってるんですよね。皆さんが何気なく過ごす風景、こうね、タクシーに乗りますよね。タクシーに乗って運転手さん、次にタクシーに乗った時って気づかないと思いますけども、前回関わったタクシーの運転手さんって辞めてる可能性高いんですよ。そう思いませんか。だからね、どんどん入れ替わってますからね。で、我々も未来永劫のものは当然ないですし、10年単位で続くものって本当奇跡なんですよ。だから多分この動画を見ていらっしゃる方で10年以上同じね、パートナーとお付き合いしてる方がいるとしたら、すごくねラッキーだと思います。自分もその方に対して愛情が残ってるし、相手のパートナーさんも自分に対して愛情をねすごく感じてくださっていることなんで、本当毎日のようにまあ感謝をね、なんか形のあるもので捧げてほしいなと思いますね。まあ少なくともパートナーの不満をね口に漏らしたりとか、関係ないところで言わないようにした方がいいんじゃないかなと、これね今日の動画の最後になりますけども、人ってね、いいものを見つけるのが習慣になると、いいものを見つけるのが得意になるんですよ。そして人生を振り返った時に走馬灯のようにいいことばっかり思い出すんですよ。でも逆にですね、人の荒探しをしたりとか、人の悪いところをずっと探し続けてそれが得意になっちゃうと、人生終わった時に走馬灯のようにね悪いことばっかり思い出す人生が来るんですよ。だからこれ本当にね気をつけた方がいいなと思います。まあですので、芸能ゴシップとかスキャンダルを追ってるねパパラッチみたいな人って
もういつもね、人の荒探しをして、人の悪いところで、それが多くの人に見てくれるんじゃないかなって感じで、もう人の上げ足取りばっかりやってるんですよ。でそういうことばっかりが敏感になっちゃうと、人のいいところじゃなくて人の悪いところをね、探すのが得意になっちゃうんですよね。そういう人生を歩まないでほしいなと思いながらの今日の放送でございました。それでは今日も良い一日を。